こんにちは、マサです。現在ビットコインが1000万超えてすごいことになってるんですけどゴールドも負けてないんですよ。円建てもドル建ても連日の最高値更新です。ビットコインが上昇した一番大きな理由は今年の1月のビットコイン ETF の承認です。あとは半減期です。もちろん アメリカが利下げをするっていうマクロ的な要因もあるんですけどそれよりやっぱりミクロ的な要因が大きいんですよ一方で最近の金の上昇はやっぱりマクロ的な影響が大きいんです金は基本的に金利がつきませんから金利の影響を大きく受けるんです今のところは、 今年の6月か7月、アメリカは利下げをすると思うんですけど、金利が下がりますよね。今年の12月までで0.75%から1%ぐらい利下げをするんじゃないかと市場関係者は見てるんです。ですから、この予想が今の金価格にある程度織り込まれてるんです。 人生もそうですけど、事前にある程度いろんなことを織り込んで生きた方が生きやすいですよね。生き残りやすいですよね。そして金がビットコインと大きく違うところは、中央銀行が買ってくるってことです。金の鉱山生産は年間3600トンぐらいなんですけど、そのうち1000トン。 中央銀行が買っていっちゃうんです特に中国の中央銀行が買ってるんですけど今年の1月に10トンぐらいそして2月に12トンぐらい買ってます今年中国の民間人も金をたくさん買ってるんですけどこういうのがじわじわわじわじわ金価格に効いてくるんです 中国の金価格は国際価格よりちょっと高いんですけどそれでも買い意欲が強いんです今中国では不動産バブルが崩壊しているしさらに株価も冴えないとそして中国人はビットコインも買えませんから選択肢としてやっぱり金なんですよね そして金というと、有事の金って言われてるように、戦争で上がるんですよ。いいか悪いか別としてね。今で言うと、イスラエルとパレスチナです。そしてそこから派生したイエメンの風刺派の攻撃もありますよね。原油の輸送がどうなってしまうかわかりませんから、それがある程度現在の 金価格に織り込まれているわけですこのようにゴールドとビットコインでは少し構造が違うんです。ということで以上ですけどもうそろそろ日銀がマイナス金利を解除するっていう報道もあるしそしてアメリカが利下げをするっていう時期ですから円高方向でしょうね。ですから ドル建ての国債価格と円高どっちの勢いが強いかこれによって円建てが変わってくるわけです日経平均も無関係ではなく日本一の個人投資家シズさんは全ての株を売って逃げてますよねどうなるか分かりませんけど私も警戒はしてます 以前どこかで言いましたけどアメリカが利下げをすするる時期には、何か大きな事件が起こるんですよ。例えば IT バブルの崩壊911のテロそしてリーマンショックコロナショックと偶然なのか必然なのか分かりませんけどね今回も何か大きな事件が 起こるかもしれません。では、以上です。ご視聴ありがとうございました。